はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もオクトパストラベラー2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタイムアタックの続きをやっていきたいと思います。多分今日で終わるんじゃないかな。あと、オズバルドとパルテティオのメインストーリー、そしてその後にエクストラストーリーですね。では、早速パルテティオから行ってみましょう。それでは、何だったっけこいつの名前忘れた。まあ、サクッと倒しちゃいましょう。多分ワンパンで昼までもいけるでしょ。ああ、余裕だね。次、3章のボス、サースティですね。こいつも全く問題ありません。次、パルテティオのストーリーおしまい。あとオズバルド。こいつがボスじゃないよね。もう一体確か本物のボスがいたような気がする。こいつは多分普通の雑魚だよね。とりあえず倒しましょう。名前も知らんやつだけど余裕。嘆きのゴーレムですね。こいつも余裕倒しちゃいましょう。オズバルドクリアです。ではエクストラステージいきましょうか。いや、ちょっと待て、クロスストーリークリアしないと出ないのか。ここでようやく、エクストラストーリー開始できるようになりました。今8時間51分ですね。8時間51分。9時間ちょっとするとクリアになると思います。それではあとボスを3体倒しておしまいですね。まあサクッと倒しちゃいましょうか。弱点はつけないな。うん、まあまあ次のターンで海坊主でいけるね。海坊主のこんな感じか。でその後に、光で攻撃して倒せるかな。多分倒せるとは思うけど、そんなに HP は高くなかったはず。はい、OK。 一応エベルを入れときましょう。カウント、あーそうか、限界突破しとった方がいいかな。どうだ、よし、あと2体。そしてこいつね、まあ問題なくいけるでしょう。これで、うんうん、ブレイクしやすくなるからね。あとは適当で OK よ。よし、でここも倒して、あとはラストのみですね。多分ここもブレイクしてしじがりでいけるんじゃない、間違いなく。やはりサメが強い。うん、カニスリルスよりも全然サメでしょう。どうだ、生き残った、マジでかマジか、ちょっとびっくりしてるんだけど、マジで。あ、いや、これ話を聞かないと終わらないタイプか。そうだわ、あ、違った、普通に HP 高かった。それではラスボスに行ってみましょう。オッケー。はい、それでは、終わりましたね。あとは目的地について、クリア、エピローグですね。ここまで行ってクリアということです。今9時間25分です。9時間25分で、全クリできるみたいですね。おそらくちょっとね、途中詰まったところとかもあったので、9時間ちょうどぐらいでいけるんじゃないかな。うん、9時間ちょうどぐらいで、うん、まあ途中ではね、何度かやられて、時間を巻き戻しとかもあったので、実際にかかったのは
11時間ぐらいじゃないかな。うん、そんぐらいです。はい、ということでタイムアタック終了しました。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。